ペドロ一世はポルトガルの国王。正義王あるいは残国王と呼ばれる。アフォンソ四世と王妃ベアトリスデカスティーリアの息子。1357年に不王の死去を受けて王位についた。名前もあだ名も同じで混同されやすいが、同じく正義王、残国王と呼ばれるカスティーリア王ペドロ一世は王いにあたる。ペドロ一世は二番目の妻。 コンスタンサ・マヌエルの次女イネス・デカストロとの比例で知られる。最初の妻ブランカとは1325年、ペドロ一世がまだ5歳の時に結婚したが、1333年に、この結婚は無効とされた。ついで1339年に結婚したコンスタンサ・マヌエルも、カスティーリャ王族、フアン・マヌエルの娘であった。しかしペドロはその次女イネスと恋に落ち、 怒った父によって、中を引き裂かれてしまう。1345年に、コンスタンサマネエルが死去すると二人の仲は公然化し、子供も生まれるが、カスティーレを恐れた父とその重心たちは1355年、イネスを、コインブラの涙の館で暗殺した。それでも彼女に対する愛は消えず、即位した後、ペドロ一世は暗殺に関わった重心を粛清し、 自身がイネスと秘密裏に結婚していたとし、彼女を王妃として認めさせた。ペドロ一世は、イネスの暗殺に関わった貴族を残酷に殺害したが、それだけでなく、身分に関わらず、罪人を処罰した。また、ポルトガル王位とポルトガルの教会から、ローマ教皇の影響を排除するために改革を実施するなど、ペドロ一世の政策は、大きな成功を収めた。さらに、妻が、 カスティーリャ出身だったこともあり、カスティーリャ王国によるアラゴン王国への信仰にも参加した。ペドロ一世は1367年に死去し、アルコ・バサのサンタマリア修道院にイネスと並んで葬られている。王位はコンスタンサ・マヌエルとの間の息子フェルナンドが継承した。最初の妻ブランカとは少年期に分かれており、子供はいない。二番目の妻、 コンスタンサ・マヌエルとの間には二男一女が生まれた。三番目の妻とした、イネス・デカストロとの間には三男一女が生まれた。イネスの死後、愛称テレサ・ロレンソとの間に、処しながら、アビス朝を起こして、ポルトガルの黄金期の基礎を築いた、ジョアン一世を設けている。ありがとうございます。